皆さんこんにちは、フジロクです。今回は柚子を使ったヨーグルトムースを作ってみました。柚子をジャムにするのですが、今回電子レンジを使って作ってみましたよ。もちろんこのヨーグルトのムースもお鍋を使わずに電子レンジだけで作ることができます。とっても簡単に作れる美味しいスイーツになっているので、ぜひ皆さんも作ってみてください。では早速やっていきましょう。材料はこちらです。ヨーグルトは水切りしなくてもそのまま使えるのですごく便利ですよ。そして生クリームですが、今回植物性を使いますが、ある方はぜひ動物性の生クリームの方が美味しいので、そちらを使ってください。では早速作っていきます。まずこちらの柚子ですね、しっかりと洗っていただいたら、これをですね、半分に切って、まずは果汁を絞っていきます。私が住んでいる徳島県には木頭柚子と言いまして、すごく有名な柚子があるんですけども、その木頭柚子をいただいたので、今回ねこのレシピを考えてみました。まずは柚子を横半分に切ったら絞っていきます。柚子もですね、いろいろ種類があるんですけども、鬼柚子と呼ばれるちょっとボコボコした大きな柚子でもできると思うのですが、その大きな柚子の場合はね、結構苦味があったりとか、あと皮が分厚かったりするので、あんまりねギュギュと絞らない方がいいと思います。今回使ったこの木頭柚子ね、結構しっかり絞っても苦くないのでね、しっかり絞りました。そしてこの種の部分なんですけど、皆さん結構捨てがちなんですが、これねお茶パックに入れて、私よくお風呂に入れるんですよ。柚子農家さんにねこのやり方聞いてから、柚子もらったら大体ねこうやって種は取っておいて使ってます。柚子を半分に切って、果汁を絞って、絞る時にね必ず茶こしかなんかしてくださいね。中に種ちっちゃいのも入ったりする可能性があるので、しっかり茶こしを使って果汁とね、はい、種と分けていきます。でこの種の部分はね、お茶パックなんかに入れてもらって、お風呂に入れるといい香りがしますよ。そしてこの中の綿の部分ですね、これはスプーンで、はい、取っていきたいと思います。この綿の部分は使わないので、はい、捨ててもらっていいです。これもお風呂に入れたいよって方はね、入れていただいてもいいんですけど、柚子農家さん曰く、種の周りのこのドロッとしてるのがお肌にいいのよって言ってたので、私は種だけ使ってます。触ってみたらね、わかるんですけど、この綿の部分はドロッとしてるのなくて、種の周りにね、ついてるんですね。で、それがね、すごくね、すべすべになった感じになるので、私は種だけをお風呂に入れてます。この綿の部分はね、はい、捨てておきましょう。では皮をね、カットしていきたいと思います。丸いままだと切りにくいので、半分に切ってスライスしていきます。柚子の皮はなるべく薄く切ってくださいね。どうしても分厚く切るとね、苦味が感じやすいので薄く切ってください。ではこちらを耐熱の容器に入れていきます。耐熱容器に柚子の皮とお砂糖と、あと絞った果汁と蜂蜜を入れて電子レンジで加熱します。ここで注意点なんですが、私耐熱容器すごくちっちゃかったんですよ。これ沸騰して汁がね飛び出しちゃうので、なるべく大きな耐熱容器に入れてください。大きな耐熱容器でお願いします。で時間が600ワットで5、6分ぐらいですね。様子を見ながら加熱していきます。それでは続いてヨーグルトのムース作っていきます。まずゼラチンふやかす作業をしていきます。今回粉ゼラチン使用します。粉ゼラチン使用するときは必ずお水を入れてから、その上にゼラチンをまんべんなく振り入れてください。ゼラチンの後にお水を入れたりとか、どさっと入れて混ぜるっていうのもできるんですけど、結構ダマになりやすいです。
で、ダマになったものは加熱してもきれいにね溶けなかったりすることがあるので、必ずお水です。お湯もダメですよ、お水です。お水を入れて、その上にまんべんなく振り入れる。これが粉ゼラチンのルールになりますので、この通り必ずねふやかしてください。続いてヨーグルトにお砂糖を加えて混ぜていきます。ここで必ずね、上白糖を使ってほしいなと思います。ヨーグルトはグラニュー糖よりも上白糖の方が相性がいいんですよ。なぜかというと、ヨーグルトって酸味がありますよね。で、グラニュー糖だとすっきりしたお砂糖なので割と酸味を感じやすいんですが、上白糖のこのまったりとした甘さが酸味をカバーしてくれて、食べた時にちょっとコクがあるような味わいになるので、上白糖を使ってください。そして生クリーム泡立てていきます。今回は植物性のものを使っていますが、ある方はぜひ動物性で作ってみてください。こちらはですね、6分立てに泡立てていきます。量が少ないので私は泡立て器で立てたのですが、手が疲れる方はねハンドミキサーで立ててもらって大丈夫です。植物性の生クリームは柔らかく立てることはできるのですが、デコレーションするような硬さ、8分立てにはなりません。ですが今回ムースになっていますので、柔らかい6分立てで OK です。硬さだいたいこれぐらいです。ちょっと溶けかけのソフトクリームのような硬さですね。そしたらゼラチンをふやかしたもの、電子レンジでチンしました。だいたい10秒前後ですね。で、できましたらこのふやかしたゼラチンですね、レンジでチンして溶かしたゼラチンの中にヨーグルトの生地を入れます。これを偽成生地と言います。ゼラチンそのままヨーグルトの中に入れても構わないのですが、もしヨーグルトがキンキンに冷えた状態で熱々のゼラチンを入れると、その温度差でダマになって固まってしまうことがあります。この温度差をなくすためにこうやってね偽成生地にしております。偽成生地にしても固まった場合はですね、ボールごと湯煎に当ててください。そしたらね固まったゼラチンも溶けますので、もし失敗しちゃったと思っても捨てないようにしてくださいね。ゼラチンの場合はね結構やり直しが効くので、ゼラチン固まっちゃったなという思った方は湯煎にかけて溶かしたらもう一回やり直すことできます。さて、ヨーグルト、お砂糖、ゼラチン、きれいに溶けたら、この中に先ほど泡立てたゆるい生クリームですね、混ぜていきたいと思います。最初は泡立て器で混ぜてもらって、ある程度混ざったらゴムベラに持ち替えましょう。どうしても泡立て器だけではね、きれいに混ざりませんので、必ずゴムベラに持ち替えてくださいね。ゴムベラでしっかり混ぜてもらったら、これでヨーグルトムースの完成です。ではこちらを容器に流し入れていきます。こちらのヨーグルトムースかなりさっぱりしているので、このまま食べるのには私は向かないかなと思います。今回は柚子のジャムを上に乗せますが、これをですねいちごジャムにしてもらってもいいし、もしくはねブルーベリージャムにしてもらってもいいと思いますので、食後のデザートとしてぜひ楽しんでみてください。めんどくさい方はもうフルーツの缶詰なんかでもいいと思います。すごくさっぱりしているので、食後のデザートに本当にぴったりの味になっていますよ。はい、できましたらこちら冷蔵庫で冷やしておきましょう。では柚子のジャムもできたので少しね見ていきたいと思います。すっごく熱いのでラップを外すとき火傷に注意してください。私容器が小さくてこれ吹きこぼれちゃってね、水分かなり減ったんですよ。なのでもうちょっと皆さん水分多いと思います。でこうやってね皮の白い部分が透明になってたら OK ですよ。でしっかり冷やします。両方が冷えたらですね、あとはヨーグルトのムースの上にジャムを乗せたら完成です。柚子のジャムはすごくねたくさんできるんですけども、このままねお湯を入れてもらって柚子茶みたいにしてもらってもいいですし、私がよく使うのはお料理に結構使うんですよ。この柚子のジャムとマスタードとあと蜂蜜、これでね鶏肉にねかけたらめちゃくちゃ美味しいです。
鶏肉を塩コショウだけでパリッと焼いていただいて、そこに柚子ジャムでしょ、そして粒マスタードでしょ、あと蜂蜜でしょ、で混ぜる、終わりです。すごく美味しいんですよこれね。めちゃくちゃ美味しくって簡単にできるし、なんか手が込んだ感じになるので、もしね柚子ジャム作ったよっていう方、こちらも合わせてやってみてください。はい、ということで完成いたしました。ヨーグルトムースに柚子ジャムを乗せた一品になっております。すごくね両方簡単なんで、どちらもね試してほしいなと思います。では今回の動画は以上になります。この動画が面白いためになったという方は、ぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。オンラインお菓子教室ロクキッチン。ロクキッチンでは生徒さんだけで集まるリアルレッスンや合宿を開催しております。みんなでお泊まりして、いろんな自然体験をして学んだり、食材の勉強をしたり、そしてお菓子作り、パン、料理をたくさん作って、いっぱい勉強して学んでいきましょう。さらにスクールの生徒になると約800本もある動画が見放題になります。スクールでは月8回授業があります。お菓子だけではなくパンや料理も学ぶことができます。授業はこのように行います。はい、じゃあ始めたいと思います。皆さん新年明けましておめでとうございます。オーディエンスがたくさんいます。拍手。今日はミルクティームスクールでした。質問ないです。ありがとうございました。また来週。バイバイ。オンラインスクールでは各クラスそれぞれ写真を投稿しています。写真を見てモチベーションアップしたり、わからないことがあったら生徒同士で聞き合ったり、クラスでワイワイ賑やかに勉強しています。その他のサービスとして毎月レシピが自宅に届きます。たくさんレシピを集めて自分だけのアルバムを作ってください。そして生徒さんになるといつでも質問し放題です。24時間365日質問ができるのはとっても心強いですよね。こうやって写真を送り合って LINE でやり取りすることが多いです。特に返事が長くなりそうな時は音声でお返ししたり、動画で返したりすることもあります。わからないことがあれば何でも聞いてください。なるべく早く対応させていただきます。そしてすべてのレシピは著作権フリーです。お店で使ってもらってもいいですし、教室で教えてもらっても構いません。その際私に連絡する必要もないので、自分で学んだものはしっかり自分のものとして使っていってください。オンラインスクールロクキッチンはいつでも体験入学を実施しております。気になる方は概要欄のメルマガをチェックしてみてください。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた別の動画でお会いしましょう。